お久しぶりでございます。いやもう最近あの YouTube 撮らなすぎてカメラの場所忘れるっていうねあのカメラの場所を忘れた挙句にあれ電源ボタンどこかなみたいな、カメラの電源ボタンどこだっけみたいな、それはないわ、それはなかった。ということで、まあ今回もリクエスト動画なんですけど、僕のね動画あのリクエスト系投稿者なんでね、あのこのチャンネル リクエストが来なくなった時点でチャンネルが終わってしまいます。でまあ早速今日何をしていくかっていうと、あのねシトラス弁当、シトラス弁当じゃないな、としらく勉強じゃない、としらく勉強じゃない、としらく弁当ね、としらく弁当っていう、俺もよくわからない、初めて来たんだけど、韓国の弁当らしいんだけど、フル弁当らしいの、なかなかクレイジーでしょ。先に画像を貼るんだけど、なかなかのグロさでしょ。あれ給食室の後かなって。で何より注目したいのがこの弁当箱ね。あれ戦後かなみたいな、1945年かなみたいなね、すっごい古いでしょ。でやっぱりね YouTube 撮るからには俺的にね再現度高めたいんですよ。だからね調べたの Amazon でね、弁当箱戦後、そしたらね一個だけ出てきたの、ステンレス製のほとんど同じ弁当箱、ほとんどルックス一緒、そしたらね3600円、あのたっけ、持ってないんだそんな戦後の弁当箱って。俺あの平成生まれですから、生まれが持ってないのってことでね、もう最大限似てるっていうことで、これ俺のばあちゃんちからかっぱらってきました、この弁当箱で。中身がこんな感じ。なかなかのクオリティでしょ。これをシェイクして食べるらしいの。でさ、もう俺のからする韓国のイメージっていうのは混ぜたがり、じゃじゃ麺も混ぜるでしょ、でビビンバも混ぜるでしょ、でトラシック勉強でちげんだよね。何やトラシック勉強って。この弁当もさ振るでしょ、混ぜるわけでしょ、混ぜたがりね韓国は。俺もいつも韓国のことをねあの混ぜたがり国家って呼んでるんですけどもね。早速じゃあこれ振っていきますか。 YouTube の撮影がさ2週間ぶりぐらい、下手したら1ヶ月ぶりぐらいだから、撮影のセットの準備に30分かかるっていうね。うん、じゃあ振っていくよこれ。どうやって振ればいいのかな、こうやって。うわっ、ここカットね、ここカットする。よしよし、 OK。 重労働や。案の定汚ね。で材料がキムチ、韓国海苔、ご飯熟卵、ちょっと高めのソーセージと、あともやし入れた。いただきます。うん、混ぜんで、なんかあれだよね、韓国のさこの混ぜる文化ってさ、こう日本のさ三角食べってあるんじゃん、昔からバランスよく食べなさいみたいな、あの概念を真っ向からぶち壊しに来るよね。何でも混ぜちゃうっていう、嫌いじゃない。ということでね、まあシトラス勉強ね、シトラス年楽弁当感想はね、別に混ぜんでもええということで、ごちそうさまでした。雑。That's